朝晩たった20秒で痩せ体質を作ることができるバットマンというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、なかなか痩せにくい、有酸素運動しても変わらない、食事頑張ってるのに、そういった方におすすめなエクササイズが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、朝晩20秒するだけで痩せやすくなるバットマンというのを紹介していきます。このバットマン、日本語にするとコウモリを意味するんですが、コウモリが羽ばたいているような格好で20秒間キープするエクササイズになります。それに加えて、飛んでないコウモリの格好をするエクササイズの2種目を紹介していきます。合計40秒です。一緒に覚えてもらったらと思います。そしてこのエクササイズのいいところはですね、弱い筋肉を使うことができる、いわゆる背面全体を使うことができます。基本的に足が気になるから足を使う、二の腕が気になるから二の腕を使う、そういった場合でエクササイズを行う方が多いと思いますが、実は背中、背面全体を使うことがとっても大切なんです。なぜかというと、褐色脂肪細胞という細胞が活性化されて、今よりも代謝を上げてくれることができるんです。いわゆる痩せ筋を使うことに、痩せる方向に向かうメリットがあります。そして背中を使うことによって、今よりも巻き肩、そして猫背といったものが改善されてきて、呼吸が深くなります。呼吸が深くなると血流が上がり、代謝も上がってきます。呼吸が深くなることによって、リラックスする時間が増えて、ストレスをためにくい体ができて、結果的に食事も無理なく抑えることができてきます。一緒に頑張ってみましょう。それでは紹介します。はい、このバットマン、腹筋と背筋も使うんですが、いきなり行ってしまうと、特に朝は腰痛めやすいので、まずキャットバックのエクササイズで腰と腹筋を使っていきましょう。これはまず20秒です。やり方は四つん這いで、腰を丸める緩める丸めるの繰り返しです。いきましょう、スタート。こういう感じです。ゆっくりゆっくり腰を丸めてください。で、力を抜く。お尻を締めながら腰を丸めて力を抜く、繰り返しです。これでね、腹筋背筋を伸ばして縮めて繰り返します。はい、 OK です。はい、次に20秒間スマートフォンを持ったまま寝ます。足を上に上げます。このまま足を少し下ろしながら上体も一緒に起こしてください。このままで反対の手で足を抱えて、また抱えてっていう感じで、スマートフォンを見ながら、これを20秒間行っていきます。できれば呼吸は10秒間吐き続けてください。細く長く口を尖らせて息を吐くと、お腹がどんどんへこみますので、そこで腹横筋を使ってください。それでは20秒間いきましょう。スマートフォンを持ったまま OK です。いきます、スタート。息をしっかり長く吐きます。こういう感じで足をしっかり抱えて、お腹を引っ込めたまま体をしっかり起こして、あと少しです。はい、 OK です。はい、ラストです。はい、最後バットマンはスマートフォン顔の前を置いてもらって、手も足も大の字を作る感じで広げます。このまましっかり足を上げて、万歳したまま上体をぐーっと起こしてキープです。意外と手が下がりやすいので、しっかり手をね、上に上げてください。これを20秒キープするだけです。呼吸はできれば10秒入ってください。いきます、スタート。しっかり万歳、手しっかり上げて、しっかりね、背中使ってる感じ、お尻、もも裏意識してください。頑張って、手も足も遠くに伸ばす感じで、ふーっと起きて、OK。お疲れ様でした。今のこのバットマンで基本的に弱いところを使うことができました。弱いところを使うことによって筋肉のバランスが良くなり、姿勢が良くなり、代謝を上げることができてきます。朝晩たったの20秒を2種目、もし朝体硬いよって方は、初めに行ったキャットバックを合わせて3種目、1分間です。朝晩やってみてください。そしてもし何かエクササイズをするよって時の前に行うのもありです。体の筋肉が全身使われて体が温まりますので、エクササイズの際に体がよく動くことができますので、ぜひ活用してみてください。
頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンや感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。